高虎は仕官先を次々と変えた後、信長の甥津田信澄に仕えることとなった。折しも織田家は武田家と交争中であった。信長は長篠の地に長大な馬防柵を築き、武田を迎え撃つ。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の戦法は、この馬防柵と鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。高虎は新たな主君信澄に忠を尽くすべく、銃弾と悲鳴が入り乱れる壮絶な戦に身を投じた。忠節の将、長篠の戦い。恥ずかしながらお市様の前に戻ってまいりました。織田にはくだらぬと豪語しておきながら。いいえ、恥ずかしいことなんてありません。長政様の言葉通り生きていてくれたのですから。あれからどうしていたのですか？義継は猿に仕えたようですが。浅井家旧臣を頼った後、今は信長様の甥津田信澄様に仕えています。信澄、あまり良い噂を聞きません。大丈夫ですか？はあ、ですが今の私には忠節を尽くすしかありませんから。では戦の準備がありますので失礼します。必ず活躍して先行を立ててみせます。高虎殿でございますな。これまで何かとご苦労されたとか。いえ、なかなか主を定められず転々としていただけです。家康殿の家臣には譜代の方が多いとか、俺のようなものはお嫌いでしょうね。忠義とは年数で決まるものでもございますまい。長年仕えておっても働かぬ者もおりまする。大事なのは主を思う心ではございませんか？その心あらば仕えて間もない主にもきっと伝わるはず。幸い我が家臣は思いの強き者ばかりで、嬉しいのですが少々重荷でもあり申す。彼らを悲しませる真似だけはしてはならない。家臣は我が宝ゆえ。家康殿、己の道を行くだけだ。頼みにしておる。鉄砲の欠点が玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか撃てる。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引く。
前に武田騎馬隊は無効化した。長篠城を救うため飛び出す山砦を奪え。信康、恩人は任せる。決して敵に渡してはならんぞ。織田本陣周辺が手薄に、馬防戦があるというか心配ですね。信純さん、この戦でも必ず功を。主君のために功を立てるは当然のことよ。無駄口叩いてる暇にさっさと行け。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。奥川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手打つぞ。はい、そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったな、勝頼。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。確実に迷う。敵を果たす。確実に迷う。信長様はわざと本陣を転生した。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒し、信長の首をかっ切れ。敗門。敵軍を果たす。武田騎馬隊が壊滅。これが鉄砲の力か。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。もう進める。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。あらがうか。無口。敵、今こそ撃たん。
任務を果たした。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらう。モノノフの魂この槍にて貫かん。とくと見よう。三河武士の意地見ようや。敵将討ち取った。こうまた一つ。信長を討てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。おい、雑魚が出てきたぞ。速攻で片付けてこい。こう、また一つ。危ないところであった。そなた、侮れぬな。奥平さん、ご労はいただきますよ。開門。みすみすご労を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。敵将討ち取った。よくやってくれた。急げ。受けたまま。また一つ。こうまた一つ。着実に迷おう。また頑張っておるな。お主の働きを嬉しく思うぞ。いいえ、ありがたき幸せ。これからも最善を尽くせるよう精進します。頼もしき若武者よ。下り顔する前にやることがあろう。戦場にこうはこうなってみる。次やれ次。申し訳ありません。はまだ終わりではない。馬場さん、内藤さん、攻めましょう。開門。武田はまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。なぜ信行たちの交渉か。これが家康様の大器か。おお、進め進め。歩み行こうぞ。責務を果たす。受けたまま。
遅くなし。参る。撃ち取った。任せておけ。ここは譲れない。いざ参る。参るぞ。さすがですね。撃ち取ったり。これが家康様の大器か。もはや武田の敗北は必至。封鎖しているのに再起を図ろうぞ。開門。軍を置いて逃げるとは、武士の風上にも置けぬ。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。参るぞ。譲れぬものはこの俺にもあるかね。それはこれにて武士の意地見ようや。やれやれ、俺も焼きが回ったもんだ。この程度では信長は満たせぬ。敵を入るか、居所知らずめ。様は褒めてはくださらぬだろう。だが俺は忠節を曲げられない。高虎、あの程度の働きしかできんのか。俺はもっとお前には期待してたんだが。
あ、申し訳ありません。ああ、これじゃあまた信長様に叱られる。できねえ配下を持つとしんどいわ。高虎、やはり辛い思いをしているようですね。私がお兄様に話を。お市様、おやめください。それでは信澄様がどんな目に遭うか。信澄様は主です。忠節は曲げられません。あなたが忠節を尽くす信澄は長政様と同じということですか。お市様、長政様は分別なく忠義を尽くせと言っていたわけではありません。優秀な人には叱るべき主に仕えてほしい。そしてその人の体毛のため忠を尽くしてほしい。それが長政様と私の願いなのです。羽柴秀長への紹介状です。持っていきなさい。秀長、秀吉の弟。嫌です。秀吉は長政様の仇じゃないですか。秀長は温厚徳実、きっとあなたを可愛がってくれるでしょう。私の目が信じられませんか。いえ、お市様ありがとうございます。